きだと思います。松島新一郎さんをご紹介いたします。まずは杖からよろしくお願いいたします。愛犬機へ袖すり合う足元で苦労長さが綴れおり、長い人生あれこれあって、これから先は俺はお前の杖になりたい。Thank you.
ませんでした。改めまして松島新次郎です。よろしくお願いします。今日ね、渡辺さんの10周年の記念に呼んでいただきまして本当にありがとうございます。マスターまでね、僕の歌に花を添えて、役なんですけどね、僕が渡辺さんに花を添えなあかんねんですけど、出る前にね、いい杖を、これから渡辺のマスターを僕の師匠と呼びます。師匠、どこにおいでですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、本当にね、優雅な見方で僕もああいう人になりたいと日々勉強しますんで、よろしくお願いします。はい、ここでね、2つほど皆様にちょっとお知らせに伺おうかしら。コマーシャル、7月の18日に僕はコロンビアレコードからですね、水森秀夫先生と作曲でね、末娘っていうのをコロンビアからデビューすることになりましたので、ね、またご披露できる時がありましたら皆さんの前でね、力いっぱい歌いたいと思います。今度はね、しっかりと地に足をつけてね、また杖同様皆さんまたよろしくお願いいたします。皆さんの地元のお近くなんで、5月の20日に神戸祭りございますね。あそこで書道の横にメインステージで11時から12時まで1時間僕と松村さんと井出光さんと演歌一直前スペシャルということで、1時間ステージいただいてますんでね、まあお暇ではないかもわかりませんけど、なんとか暇を作ってね、また応援に駆けつけていただいたらありがたいと思います。よろしくお願いします。それではね、お願いします。あなた忍びです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。俺と別れて2年間の子、幸せを吸い込んだんです。何かに触れるような女です。一人を先に覚えたのは気がつけ弱くも取り残え、あなた忍んで泣いてます。
娘さんはもうお嫁に行かれた時、お父さん思い出していただいたら、親父はこんな気持ちで、ね、お母さんの方をお嫁に出された思いますし、お父さんはまたお嫁に出した娘さんのことをね、思い出していただいたら、またまた新しい感情ですね、感激が生まれると思いますんで、そういう意味で娘、聞いてください。よろしくお願いします。Yeah.